ファイナルファンタジー15の開発を支えるバックエンド、アセットビルドシステムの仕組みとゲームプレイログの収集、可視化の取り組みと題しまして、スクエア・エニックス第2ビジネスディビジョン、南野慎太郎様よりご講演をいただきます。それでは、南野様、よろしくお願いいたします。 はい、じ、えー、めまして、えー、株式会社スクエアエニックスの南野です。えー、今日はですね「あのファイナルファンタジー15」の開発を支えるバックエンドアセットビルドパイプラインのアセットビルドシステムの仕組みとゲームプレイログの収集可視化の取り組みと。 いう題材でやらせていただくんですけどもあの、まあ、こんな地味なテーマにこのメインホールを割り当てられていただいてでしかもこんなに集まっていただいてもうちょっとねだいぶ嬉しいんですけども、えーまあ、そんなこと言ってる場合もなくてですね、えー、あすいませんですねまず自己紹介ちょっとねあのやろうかなと思うんですけど第二ビジネスデビジョンプログラム改めまして南野ですで、えー、とセデック2016あのエンジニアリング部門の担当もしてます、えーまあ、運営ですね運営もやっておりますで今日本当はあのまはあ、下2名あのスクバヘンドリックとインギマルグードムーソンで、えー が一緒に立つ予定だったんですが、まあ、ちょっと都合により今日は私一人での講演となります、はい、では早速本日の構成なんですけども本日はアセットビルドシステムの仕組み27分でプレイログの収集可視化の取り組みを27分で失業と5分の内容でお送りしようかなと思っていますでまず対象となる聴講者は前半はこのような感じでですね えー、アセットビルドの統一的な手段を提供したいと思っているエンジニアだったりとか、まあ、複雑で多数の部品で構成されたアセットのビルド忘れを極力なくしたいというかそんなものを意識したくないよと思っている人とかビルド時間を極力短くしたいと思っている人だったりとか。 まあよくアーティストさんに言われるんですけど謎の黒い画面に打ち込む呪文をなくしたい、まあ、そういうふうに思っている人で、まあ、下の,あの名文、えー、メイク、まあ、スコーンズのようなものを作ってみたという単語にまあピンときた人これが前半向けてで後半が、えー、プレイログの方が、まあ、大量のテキストログに対してなんか正規表現ですげえ戦って苦労したことのある人だったりとか。 なんかログいっぱい出力したらログ多くて重いよって怒られてまあログ減らしたらなんか途端になんか必要なログが取れなくて困ったよっていう経験のある人だったりとかあとはまあ位置情報の把握ですねまあテキスト力って難しいんでまあそれの把握に苦労したことがある人とかまあそういった人を対象にしておりますえまたあれですね一番最後 CSV と Excel の組み合わせに飽きた人っていうのもまだこの講演ではなんかまた別のアプローチっていうのが、えー あの見せられるかなと思いますはいで、えー、本日の注意点なんですけども、えー、本日総スライド数が145枚あります、えー、1スライド、えー、20秒程度で、えー、超高速で全てが過ぎ去っていきますなんで写真を撮ろうと思ってる人はあ諦めた方がいいかもしれないですねはいで、えー、ただ、えー、大丈夫です資料は公開予定となっておりますので読み切れなくても大丈夫後で、えー、ちゃんと見てください、はい、では早速アセットビルドシステムの仕組みからいこうかなと思います えまずですね少しあのアセットって何だろうっていうのを説明しようかなとあのまあ知ってる方も大半だと思うんですけどもまあプログラム以外のほぼ全ての要素ですねえ外部情報っていうのはまあアセットというもので出来上がってますとえまあテクスチャーだったり 3D モデルまあ効果音ですね BGM そういったそのプレイヤーがあの聞いたり見たりするもの以外にはですねあの敵の強さを決めるまあテーブルデータとかまあ先ほどの あの前回のやつとか出てきたんですけどもエクセルデータとか、まあ、そういったのもまあ一つのアセットとして我々は取り扱ってますと、まあ、プログラム以外の全ての外部情報ですとで例えばこのオルティシエって街なんですけども左側のあっ、まあ、どっちもそうかオルティシエって街なんですけどもあの見て取れる範囲全てがそのアセットというものでできていると、まあ、本当に膨大な量のアセットが存在するっていうのが見て取れるんじゃないかなと思います ま建物もそうですけども小物だったりま歩いてるキャラクターもそうですしまあもちろんモーション SEB ジェム全部ですねでイベント、まあ、シナリオ、まあ、そういったものもすべてそうですもちろんシェーダーもですでアセットはまあもちろん人の手によって作られていますでアセットの作り方はですね、えー、まあこの後あのこの次のセッションまたメインホールでやるんですけどもそこでどうやってこんな綺麗なグラフィックが作られているのかっていうのがあの語られると思いますのでぜひあの見ていただければなと思っております はい、でアセットとかは、えーとまあ、自社のツールだったり市販のツールをまあ用いられて、えー、作られているんですけども、えー、ここで一で、ね、つエンジニアリング部門、まあ、ならではのちょっとアセットを紹介しようと思います。一応、えー、エンジニアのシドっていうエンジニアがいるんですけどそれの孫娘として、ね、出てくるあの女神、まあ、セクシーなお姉ちゃんが出てくるんですけども、まあ、今日はいろんな説明でこの女神を使っていこうかなと思います。 はい、でこのシドニーですけども、まあ、いろんなセットから構成されてます、えーまあ、3D モデルテクスチャアニメーションマテリアルシェーダーなどなど、まあ、ここにはあの表示しきれない数々のものもいろいろあるわけですけども、まあ、それらが、えーまあ、こんな感じで合わさって、まあ、ビルドすると我々呼んでるんですけども、まあ、合わさるとことをして、えーまあ、シドニー、まあ、こんな綺麗なキャラクターがまあ出来上がっているんですね。 でちなみにこれはちょっと今流れを説明しただけなんでこれが先ほど見たグラフがすべてシドニーを構成するグラフではないということを先にご了承いただければなと思います、はい、でこれをちょっと急に絵がしょぼくなって申し訳ないんですけども僕のプログラムプログラマーの絵,絵心の限界がこれなんですけどもこれをフローにしますとこのようになりますアセットデベロッパーがオーサリングツールを作って、まあ、ソースアセットを作って それを、えー、とビルド、コンバートという何らかの処理を行ってバイナリデータを作って、えー、でランタイムが読み込まれてユーザーのメールに届けられると、まあ、そんな流れに,になっているわけですね。はい、でこれが開発中というのはどういうことかというと、えー、まあランタイムから見るデータ、まあ、ランタイムで表示するために作る,で、えー、作るのも、えー、見るのも、まあ、どっちも同一のデベロッパーとなってます。 作ってバイナリーコンバートしてロードして見てでまた修正してってこのぐるぐる回る流れをこうイテレーションと呼んでますが開発中においてこのイテレーションこのフローっていうのはすごく大事でまあこれいかにして早く回していくかっていうのがすごくあの大事で開発の効率速度まあ効率に速度に影響してくるとで我々そのバックエンドチームと呼ばれるところまあ開発を 技術で支えるというチームなんですけどもそこで我々はこの赤色の枠ですねここをなんとか効率化することによってイテレーションをより多く回していこうということを目指しましたで今日のこのセッションの前半のところではこの赤枠で囲まれた部分っていうのを、えーまあ、詳細にちょっと話していこうかなと思いますでそもそもアセットはビルドが必要なんですよということなんですが えー、まあマヤだったりとかまあフォトショップとか何でもいいんですけどもそこで作ったデータっていうのはそのままではランタイムでは読み込めないんですまあ何らかし何かしらの形で、えーまあ、コンバートをしてでランタイムが読み込む、まあ、それを、えー、我々ビルドと呼んでいるので、まあ、そういった手順が必ず必要なんですねであの先ほどのシドニーも見ていただいた通り、ありシドニーっていうのを構成するためには、まあ、いろんな複数種類複数個のアセットっていうのが必要でそれを、えー まあ全部コンバートして組み立てるっていうことが必要になりますただですね、えー、近年ではこのコンバートにかかる時間というのはすごく増加傾向にあるわけですねでまたあの先ほど見ていただいたようにアセットの量っていうのもえとても膨大に、まあ、物量が増えたって言った方がいいですかねとても多くなってきましたで結果,的結果としてえーコンバートにかかる総時間ですねそれもえ増えていっていると でさらにですね、あの細分化とか部品化というものが進んだことによって、まあ、子供のアセットですね子アセットっていうのがすごく増えてきましたでそれによってその部品間の関連というものがすごく複雑化してきていてもう人の手ではまあ適切な範囲を適切な方法でビルドするというのはなかなか厳しくなってきたのではないかなと思ってます、まあ、例えば、 まあ先ほどのシドニーなんですけども本当の関係図はこんな感じになってますこれあのすごく実はシンプルな方なんですよこれでもアセットの中ではであのノイズのように見えるあの黒い線があると思うんですけどもこれ一つ一つがアセットとかあのファイルとかだったりしますもう本当に大量のものが絡み合って出来上がってるんですねで例えばこの一番下の方に書いてあるあの上から下に流れてるんですけども一番上にある あのも,うもう見えないですね点ですね点があれシドニーなんですけどで下に方に行くとあのまあいくつかのアセットがバーって並んでると思うんですけどもえまあ最高層のアセットを変更した人がそれがシドニーを変更しようとして意図して変更したのか,かそれを判断するのがなかなか難しくなってきてるんですねそれ例えばですけどもあの一番下のファイルっていうのが他のキャラクターと共通のファイルだったりすると またその判断をすすするののがすごくく難しくなってきますその人が全然シドニーではないキャラクターのことをいじってたらシドニーのビルドを忘れちゃうみたいなこともまあまあ起,き起きえるということですねちなみにですね最初の,あの冒頭で説明したオルティシエっていう街を、えー、ビルドしてグラフを作ろうとしたんですけども、えー、数時間、えー、ビルドを作るソフトがかかった挙句最後はクラッシュしたので諦めました <laughs>、はい、それぐらいまあなんかひどいひどくでかいところでした でえー、我々は開発効率を上げるために、まあ、それらを容易にハンドリングする仕組みを作ろうということで、えーえーまあ、この画面に書かれているそのユーザー、まあ、この場合、開発者がユーザーになるんですけどもがあまり意識しなくても必要に応じてアセットをビルドしてくれて、まあ、さらに関連,してくれる関連するアセットも必要があれば自動的にビルドすると。でそれらのアセットに関係なく まあそれらをアセットの種類に関係なく共通の仕組みで動くようにしまたできるかり高速にビルドが行われるそんな夢のようなシステムを作ろうということを目標にしました、はい、で、えー、それが何がいいかというとデベロッパーにとって作ってビルドして確認っていうのを作ってあとは任しておけば確認できるというそういった一手間省くフローっていうのをちょっとやってみようかなと思ったということですね はい、でそれを実現するために作ったシステムが、まあ、こんな感じになります。このランタイムの右側に、まあ、ゴテゴテついてるんですけども、まあ、ちょっとこれだけ見ると分かりづらいのでちょっとここだけ抜き出して、えー、こうなります、えー、この真ん中の大きい四角です、ね、がビルドコーディネーターと呼ばれておりましてこれが今回の、えー、アセットビルドシステムの肝となってます。 でこれからこの一連のフローですねこのシステムのフローを詳細を解説していきたいと思いますがこの先非常に眠くなることが予想されますので皆さん枕の準備を、ね、忘れないようにしていただいてこの先聞いていただければなと思いますでは参りましょうまずざっくりとこのフロー全体が何をやってるのかちょっと説明していきたいなとでその後に詳細をいこうと思います まずです、ね、アセットのビルドのリクエストを行うというのは実はあのランタイムが行っております、まあ、そもそもなぜそうしたかというのなんですとビルドの結果です、ね、を必要としているのはランタイムつまりゲーム側なのでそれが必要としているものだけビルドすれば結果としていいだろうとでそれ以外は別にビルドをしなくてもいいですねする必要がないなので、えー、ランタイムがビルドをリクエストすると。 でその際に発行されるのがビルドリクエストというものでアセット名プラットフォームでビルドオプションと,かというものが含まれる情報となっていますこれがコーダーのビルドコーディネーターへと引き継がれますで次にリクエストされたアセットがビルド対象かどうかというものをチェックしますそれがリクエストフィルターというものですねでその後フィルターに引っかからなかったアセット はえー、ビルドシステムにわたりいよいよビルドが行われるとでその際にですねあのキャッシュサーバーと呼ばれる場所がございまして、えー、とここにあのビルド済みのバイナリデータというものがすでに存在していれば、まあ、それを利用するという形のシステムになっておりますで最後にビルドシステムによりアセットのビルドが行われると結果の情報つまりあの実際にランタイムが読み込むべきファイルの情報っていうのがランタイムに返されると 以上がざっくりした全体の流れです。ではちょっと詳細の方に行きたいと思います。えー、まずですね、このビルドシステムというところから始めていこうかなと思いますで。ビルドシステムの動作を解説するにあたり、図のような A という架空のアセットに対してビルドリクエストを投げた場合を例としていきたいと思います。まあ、ここに置いてあるシドニーはただ置きたかっただけなんであまり気にしないでください。はいでえー ビルドシステムは大きく分けて2つのフェーズに分かれていますアセット間の依存関係というものを抽出する依存解決フェーズそして実際のファイルの変換などを行うコンバートと呼ばれる処理を行うコンバートフェーズというものに分かれていますこれら2つを合わせて我々はビルドプロセスと呼んでいますそして依存解決フェーズなんですけども 依存解決フェーズでは自分自身のアセットを構成するファイルの列挙を行いまたそれらをもとに関係している子アセットまあ子供のアセットというものをどん,どん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 列挙していくということですねまあソースファイルとかが自身を構成するファイルですねまあテクスチャーだとそのままビットマップとか TIFF とか PNG とかですはいでえまあシドニーだったら 3D マテリアルができてて、ま、マテリアルテクスチャ関連してて、まあ、すごい適当に簡略化してますけど、まあ、大体こんなような関連図っていうのも作っていくんだなと思っていただければなと思いますではでは、えー、今回の例で用いるアセット A を用いてやってみますはいまずビルドシステムは A に対し依存関係の抽出を行うとまあビルドの開始ですからね依存フェーズとしてでその結果 A が B と C に依存しているということが分かりました次に B と C それぞれに対して続けて依存関係の抽出というものを続けて再帰的に行っていくとさらに B と C は D と E に依存しているということが分かりましたこの例では B と C は D という共通のアセットに依存しているということも分かりましたちなみにこの後 D と E からは関連アセットは見つかりませんでした依存抽出したけど、まあ、出てこなかったということですね でこの関連するアセットが見つからなくなればこのフェーズは終了となりますこれがアセット A の依存関係図という図になりますここでこのフェーズのまとめなんですけども自身のコンバートに必要な子アセットを抽出し抽出しルートとなるアセットから子どもの方向に対して再帰的に依存関係の解決を行います これらは依存関係が出てこなくなるまで再帰的に行われます、はい、で次にコンバートのフェーズなんですけどもコンバートフェーズは先ほどの依存解決フェーズで抽出された各アセットに対してあの B とか C とか D とかですねに対してコンバーターと呼ばれるプログラムを適用して各プラットフォームに最適化されたバイナリファイルというものを出力するものになりますフェーズになります このような先ほども登場したセット A の依存関係図があった場合コンバートフェーズは依存関係図の末端の要素から行われていきます青くなっているのはコンバート中ということを表していますこの場合は D と E ですねコンバート処理はできる限り並列に実行されます処理されます D と E はその依存関係がないので並列に実行できるので並列に動きますこの例ではですねまずはね D のコンバートが終わりました ま緑がコンバート終わらが終了したということを表しているんですけども D が終わると続いて D に対して依存を張っていた B がコンバートフェーズ開始しますコンバート実行されますが C はまだ E が終わっていないのでコンバートが開始されませんルールとしては全ての子供のアセット子アセットがコンバートを終了するまで親アセットはコンバートが開始されないとまそういったことになっています E も完了すると C が動いて BC が動くと A が動いてで A が終わるとすべてのアセットのビルドが完了したのでコンバートフェーズが終了と、まあ、こういった流れになってますでコンバートフェーズのまとめなんですが、えー、サイマッターのアセットからルート方向へ順次コンバートが行われていきすべ、まあ、てのアセットが終了するまで親となるアセットのコンバートは始まらないとすべてのアセットがコンバートされたら終了と。 また,てまたアセット、コードモノアセットのコンバート結果は親アセットを構成する部品として親アセットに引き渡されます。これでアセットのビルドの日量の流れは完了するという形になります。ちなみにアセットはそれぞれ異なりますよね、いろんな種類があると。 最初に言ったと思うんですけどもそれらの異なるファイルフォーマットだったりとかそのコンバートの処理の違いとかについては我々はそれらの処理の違いをプラグインとしししてアセットビルドシステムにに登録できるようにしました依存関係フェーズでは対象のアセットに対して依存関係の抽出をするプラグインそのアセットの種類に対するプラグインを呼び出してビルドシステム代わりに抽出してもらうと。 でコンバートフェーズも同様にアセットの種類ごとに異なるプラグインによって、えー、処理をしてもらうとでコンバーターの中では、えーまあ、コンバートプラグインですねの中では例えばあの既存の分散ビルドのツールだったりとかを、えー、自分で処理する側に呼び出して、えー、複数のマシンで分散ビルドを行って処理を高速化するということをやってるものもあります そしてまあビルドのアセットのビルドが終わると結果が出力されるわけですがこの例ではですねアセット A に対してビルドリクエストが行われたという例なのでそのビルドリクエストの結果としてはちょっと難しいんですけどアセット A をビルドした結果の成果物がそのビルドリクエストのビルド結果としてリクエストに 返されますちょっとよく分かんないかもしれないですけど、まあ、つまり B の D の結果は B と C の部品として消費されて、まあ、E の結果は C の部品として消費で B と C の結果は A の部品として消費されて、まあ、最終的に組み立てられた A がつまりアセット A のコンバートフェーズで生み出されたファイルが結果として出力されるという流れになっております。 またあのビルドシステム内の各フェーズで出力された、えー、情報ですね、えー、アセットそのものの、ま、ソースファイルの情報であったりとか、えー、コンバータフェーズの出力された情報成果物のファイルだったりとか依存関係図全体の情報であったりとかまたそれらを行ったプラグインの情報というものはメタデータとして、えー、アセットごとに、えー、ファイルに保存されています以上がアセットビルドバイアセットルバイ ビルドシステムの基本的な流れですで依存解決フェーズコンバートフェーズの2フェーズ2つのフェーズが成り立っていてアセットごとの処理の違いはプラグインとして、えー、外部に抜き出して全てのアセットを同等に扱えるようにしています、まあ、全てのアセットがこの流れを通してビルドが行われています まちなみにですねあの依存解決フェーズでは、まあ、ここでは変わっ,たってなかったんですけども対象となるアセットをまあ読み込むときにランタイムがあの同時に必要としているあのアセットとかもあるんですけどもそれもえ依存解決フェーズでえーリストアップするようにしていますでこれはあのアーカイブと呼ばれるあのほどあの,ラのちょほどっていうかとランタイムで実際に読み込むファイルの単位ですねそのアーカイブと呼ばれるものをパッケージングする際に その依存関係を使ってアーカイブというものが再構成,構成されていくという流れになりますがちょっとこの辺りはビルドというところからちょっと外れるのかなというところはあり今回ちょっと割愛します、はい、ところでアセットは日々更新されますねとんでもない量が更新されていきます毎回依存解決コンバートって行っていたらもういくら時間あっても足りないわけですということで えー、ビルドプロセスで記録されたメタデータというものを使ってその情報から変更する必要のあるところだけを再構成するということを行っていますそれが、えー、とアセットが変更された場合に、まあ、起きるのが一番のメインなんですけれども例えばここで C というアセット、まあ、先ほどの A という依存関係図の中の C というものが変更された場合を例にしてみるとこれ C が変更されるとまずやられること,と行われることとしては C の依存関係フェーズからやり直します、はい、でなぜ依存関係フェーズからやり直すかというとこのようにですね依存関係が変わっている可能性があるからなんですねなので依存関係をやり直しますで依存関係フェーズが終了した後はコンバータフェーズに移行して F と、G、がったんですねこの場合なので F と G から再コンバートが行われていきますでここで注目したい,したいのが A なんですけども A にとって C というのは部品でしたなので部品が変わったからといって A を構成する部品のリストですねこの場合 B と C なんですけどこれには変わりがないはずなので A を対象とした依存関係の抽出は行われませんしかし部品が構成され更新されたので、まあ、再ま 再構成というか、ね、再合体する必要がありますのでそれらを行うコンバーターフェーズというものが実行されます中には例外としてあの子どものアセットが変更された場合にアセットの依存関係を再抽出するというものもありますがそういったものに関してはビルドシステム内で特殊処理としてやっておりますで B と D に関してなんですがこれは C の変更に対して一切関与しないので何も行われないと。 以上がアセットが変更されたときに行われる処理になります最小限の範囲で最小限の処理というのが行われているんだなということが分かっていただけるかなと思いますちなみにその他にもアセットの依存関係やコンバータというものが再度行われるケースがございまして例えばコンバータが出力したはずのファイルがなんか見当たらないぞとローカルにない またはなんかよくわからないオペレートをして前の古いバージョンのものを出力ファイル上書きしてしまったとかですねあとはアセットのプラグインが更新されたりした場合にもそういった再コンバートというものが必要だったりします最後のアセットのプラグインが更新された場合っは非常に重要で例えばコンバーターのバグが修正されたりとか ファイルのフォーマットが変わりましたという場合に対象のアセット全てを自動的に再コンバートをかける必要があるんですけどもその場合にもここのこの条件をビルドシステム側に組み込むことで特定のアセットの出力ファイルだけがなぜか古いフォーマットのままだということがないようなことをないようにしています。 ではそのアセットの変更で起きることのまとめなんですけれどもまずは、アセットが変更されたら再コンバートで自身を構成する要素自体が変更したら依存関係の抽出からやり直しでそれらは、まあ、ソースファイルだったり先ほども言ったプラグインの情報だったりです。 でまたアセット、えー、とビルドリクエストを処理する流れにおいて、えー、アセットの出力ファイルがなんか見つからなかったぞとさっきはあったんだけど見つからなかった,見つからなかったぞとかいう時の場合は、えー、サインコンバートを行うという,ふうに方をしていますで最後に変更内容というのは、えー、再度メタデータに書き込まれて次回のビルド時に高速に行われるような、えー、になります では、えー、ちょっと、ね、あのビルードシステム長かったんですけども、まあ、一番根幹というところもあって、えーまあ、次からは少しだけ短くなるかなと思いますではキャッシュサーバーです、えー、キャッシュサーバーはビュートリシステムと連携してアセットの成果物をキャッシュしますで成果物として出力されたファイルはキャッシュパッケージとして一つのファイルにパッケージングされプロジェクトの共有のサーバーで、えー、に保管されますでキ,ャッシュサーキャッシュパッケージは 圧縮を行,行っておりまして、えーまあ、数ギガバイトのファイルを扱えて圧縮展開が高速でって,いうと、えー、っていうのを、えー、考えたところ、えー、AZ4 というアルゴリズムもすごい、えー、それがすごい速くて。 圧縮率もそんなに悪くなかったというところもあって我々はこのアルゴリズムを使いましたちなみになんで ZIP を使わなかったかというと ZIP だと2ギガとかそういった大きいファイルサイズにおいてなかなかうまく扱えないこともあるのでこれ我々はここを大きいファイルでも扱えるようにした,としたくてこういうものを作ったということですね結構早いですね6倍7倍ぐらい圧縮展開が早いので相当いいアルゴリズムだなと思います でそのキャッシュパッケージの保管場所なんですがキャッシュパッケージはキャッシュサーバーと呼ばれるプロジェクトの共有サーバーに保存されますそのサーバーはです、ね、Linux をベースとしたウェブサーバープラス語言語という言語があるんですけどその言語で書かれたスクリプトで構成されてましてキャッシュパッケージの入出力に関しては HTTP のゲットポストを通して行われています 言語のスクリプトは単にポストメソッドでファイルを受け取るときに呼ばれていてただ単に受け取ったファイルをストレージに書き出しているっていうだけのシンプルなものですハードウェアとしてはすごい数世代前のデスクトップ PC を再利用しててもう運用開始からもうあちなみに1台です1台だけで運用開始からもう数年経ちますけど大きなトラブルもなくもう至って元気に動いております、はい、ちなみに 少なくなったキャッシュの保存領域のメンテナンスのために定期的に空論で定期的に実行されるスクリプトがアクセス日付でそのキャッシュパッケージを相当して古いものから消すということで任意の容量になるまで消していくということで人の手を惑わすことなくオートでメンテナンスされるというような仕組みを用いております。 はい、でそのキャッシュのアクセスとなるアクセスキーとなる ID なんですがプラットフォームやビルドオプションなどの情報を含んだアセット名プラスソースファイルの MD5 のハッシュ値でとプラグインの情報バージョン番号ですねそれらもハッ,シュ値としハッシュ値の一部としてなっていてでさらにそのアセットから得られるコアセットの 再帰的に計算するコアセットのアクセスキャッシュアクセスキーキャッシュアクセスキーが再利用されてそれら,がそれらを材料としてさらにもう一度 MDU5 ハッシュ値を求めてそれ,らをそれらをその求められたハッシュ値をアセットのキャッシュアクセスキーとしていますでこの ID このキーなんですけど アセットの構成要素、まあ、部品の情報だったり自身の情報だったりすべての要素が含ま,れ含まれる ID となってますのでそれらのうちが少しでも変わると ID が変わりますつまりですねアセットのバージョン番号と呼ぶこともできます、はい、ちなみにキャッシュサーバーは限界の容量の限界に達するまですべてのアセットのすべてのバージョンのキャッシュを常に保持をするという形になっています 自動的にバージョンなんていうかソースファイルが変わるとキーが変わるので取ってくるキャッシュキーも自動的に変わるよと、まあ、平たく言うとそういう仕組みです、はい、でその最後にキャッシュパッケージのアップロードなんですけどもそれは開発者のローカルで行われる各アセットのビルドが終わったタイミングでそれぞれ自動的にキャッシュサーバーにアップロードされるようになっていますまた一応アセットビルドサーバーというものも一応ありまして、えー それがですね、主要な約16万程度のアセットを常時監視していまして更新があれば随時ビルドを行ってさらにキャッシュを作るといったことをやっておりますでちょっとキャッシュの効果なんですけどちょっとなあんまりいい例をちょっと今日用意できなかったんですけどあのシドニーなんですがこれ311アセット2359ファイルらしいんですけどこれでやってみると ま並列ビルドとかもしてるしっていうこともあって、えー、まあキャッシュなしでもまあ72秒ほどで終わっちゃうんですね、まあ、ちょっと早いんですよねでまあこれキャッシュありでやると、ね、大体2.6秒と、えー、30倍ぐらい早くなるという感じちなみにオルティシエでもやってみたんですけどキャッシュなしでビルドしたらまあ時間かかるだろうと思ってビルドってやって家帰って んですけど朝来たらハードディスクの容量がなくなっておりまして諦めました、はい、なので今日はちょっとシードニーだけということになりますすいませんちなみになんか某プラットフォームでやると何かしら何かのアセットのビートに24時間かかるという噂もあるんですが、まあ、それはちょっとよくわかんないです僕もはい、はい、で、えー、次にリクエストフィルターなんですが リクエストフィルターでは、ランタイムから送られてくるビルドリクエストというものをチェックして、コーダーのビルドシステムに渡すかどうかを決定しています。リクエストには、アセット名、プラットフォーム、ビルドオプションを考慮した文字列で指定されるので、単純に正規表現でフィルタリングしています。 でフィルターに引っかかったアセットに関してはソースファイルの変更チェックは一切しないですし子供のアセットの更新チェックなども一切しないとただ出力ファイルに関しては整合性チェックなどは必ず行うようにしていますこれ以前に成功した出力ファイルがちゃんと存在しているか確認してまあ,確認してまあ,まあこれに失敗する,する場合はキャッシュサーバーのキャッシュデータなどなどを見るなりして復元するかそれでも無理だった場合は ビルドエラーとして扱うかまあもう一回あのビルドをするかというのをまあフェイルオーバーとして行うようになっているんですがまあどっちにしろあまりよろしくないフェーズあ,のあまりよろしくない道であることは間違いないとただあのうまいこといく分には変更チェックが一切行われないのでビルドが即座に完了されるとで何に使うかっていうんですが一番大きい理由がもちろんそのチェックにかかる時間と削減ですね チェックソースファイルのチェックコストが低くなるようにビルドシステム側でもやってるんですけどもそもそもチェックしないのが最速ということでこういった機構をつけていますまたアセットが更新されたからといっても利用者にとってはすごい些細な問題で古いままでも別にゲームを遊ぶ分にはテストする分には問題ないよという場合はそのままでもいいですよねなのでビルドをせずにそのまましておきたいので そのの場合にここフィルターをを利用すするとということをやっておりますただし、これもろ刃の剣でして誤って設定してしまうと本来はビルドをしないといけないといったものがビルドされないといったものが当然起きてしまいますのでこれは開発者それぞれがこのフィルターを設定するんですけどもそ,れに関してそこの設定に関してはそれぞれが最新の注意を持って設定するとそういったことが必要になってきます、は。い でえー、いよいよ大詰めのランタイムなんですが、まあ、ランタイムをや,やってることはすごい簡単であのビルドリクエストを飛ばしてるだけなんですねで、えー、ビランタイムが、えー、本当に求めたタイミング必要となったタイミングで必要なアセット必要な分のアセットだけを、まあ、TCPIP でビルドシステムに、えー、ビルドリクエストを投げてますでこの機能を我々オートビルドと呼んでまして まあ具体的にはアセットのローダーがあるんですけどもそのローダーの処理の直前にこの処理が割り込んでまして労働する直前にこのビルドが自動的に行われるとでビルドがこ終わった後はローダーに引き続き処理が渡るといったことをしていますはいでこの利点はですねビルドが必要な範囲が分からなくてもランタイムが自分が必要としているアセットだけが自動に行われる のでえー、とても、まあ、それは非常に手軽であると。えー、でさらにですねあの例えば全てのアセットが依存しているファイルというものが変更された場合、まあ、先ほどの一番下にあるようなこのグラフの一番下にある黒い棒みたいなところが変更された場合でも、えー、その読み込もうと思ってランタイムが本当に必要としているアセットだけが 再ビルドが行われるようになっていてそのファイルに依存している別のアセットでそのランタイムが今この段階では求めてないというものに関してはビルドされないというような仕組みがこれで実現できるとつまり最小限の範囲だけ自動的にやってくれるということですねでさらにこれはですね原理的にビルドのし忘れというものが起きません必ずビルドされるので でこのセクションのまとめですが、えーまあ、目標とし一番最初に掲げた目標と,ちょっと見比べていってそれぞれの要素がどんなふうに絡んでいるのかなというのをちょっと見ていきたいと思います、えーはい、一つ目あまり意識せずとも必要に応じて自動でビルドというところに関してはランタイムは必要に応じて必要なアセットを自発的にビルドを行ってくれるということもあるので、まあまあ、アーティストとか デベロッパー側はそういったこのアセットをビルドしなきゃみたいな意識は必要ないとで2つ目すべての種類のアセットを共通の仕組みでビルドというのはビルドコーディネーターというところがすべてのアセットを一元的に同等に扱うということで実現していますでアセットごとの処理の際というのはプラグイン化をするということで仕組みの共通化をするということをしています で3つ目、関連するアセット同士を自動的にビルド。これはビルドプロセスの中で行われている依存関係フェーズ、依存関係の解決フェーズやコンバットフェーズによって自動的に隅々までやってくれるというような手はずになっていますで。4つ目、高速にビルドですね。これは リクエストフィルターによってそもそも変更チェックというものを省いたりビルドするものを制限したりというところである意味これは体感的なところでもあるんですけども高速にビルドをすると次にキャッシュサーバーでビルドの結果を共有することによって無駄な重複する時間誰か1人がアセットをビルドすればそれ以外の人たちは出力を持ってくるだけで終わると。 いったことで全体プロジェクト全体が使うビルド時間っていうのを削減していると。で一番下に関してはそのビルドプロセスの中の、まあ、説明させていただいた最小限の範囲で最小限のことだけするといったこともやっているということを、まあ、この3つで全体でを合わせて高速にビルドを行っております。でこれ結果良、まあ、かった点は えーまあ、開発者からビルドっていうアクションを、まあ、割と奪うことができたかなと思います、まあ、特にそのランタイムのオートビルドっていうものがあるので、えーまあ、あとほっと,ほっとけば必要なものを勝手にやってくれるので、まあ、これは非常に手軽だったで、えー、重複ビルドとか必要のないビルドっていうのは行われないので、まあ、全体的に高速にビルド、まあ、一部リクエストフィルターによってされてるように感じるうん ですちなみに本当に何もビルドする必要がなかった場合にもランタイムが必ずビルドリクエストを投げるんですがその時大体どれぐらいかかるのかなってちょっと気になると思うんですけどもちなみにシドニーで出てきたシドニーの場合キャッシュ使ったら2.6秒だったと思うんですけどキャッシュ使ってのビルドが2.6秒だったと思うんですけど。 まあその状態で仮にもう1回ビルドってやるとその次は0.8秒でそのビルドリクエストが完了するので、まあ、ランタイムを使ってすべてのアセットに対してオートビルドをしているんですけども体感的にはそこまでインパクトのある遅さにはなりませんならなかったということがあります、まあ、キャッシュは非常に早かったですねやっぱり でえー、悪かった点は、えー、とこのオートビルドがです、ね、逆に利用者が予想していない範囲で起こって例えばあの終了時間もまた分からないということがありましてあのあ俺このファイル変更したはずじゃなかったんだけどな,なんかオートビルド始まっちゃったよっていうのがまあ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 、まあ、あると。で あのオートビルドが一旦始まってしまうとどこまでそのビルドしないといけないのかって、まあ、そもそもそれを考えさせないシステムだったので、まあ、どれだけの数をビルドしないといけないかが利用者にとっては分かんなくて、まあ、お昼ご飯に行けないっていう苦情をいただきました、はいまあ、そういったこともあるとでまた間違ったフィルタリングっていうのもやっぱり、あのー、非常に問題になりました本当はビルドしないといけないのにフィルタリングに弾かれてなんかランタイムが変な挙動するよみたいなこともやっぱ起きてあったと。 でえっと、プラグインのバグによってこう依存関係の抽出し忘れとかいうのが起きるともうこれ悲惨でして、えー、本来ビルドされるべきアセットがまあいつまでたってもビルドされずいつまでたっても変わらないっていうのがやっぱ起きてしまうこともありまししたこれ見つけるの非常に苦しました。 で最後にもう一つこれ悪いことが実はありまして、これヘイト値稼ぎ放題っていうね <laughs>、がありまして、これ僕あの開発チーム全体がこれ使ってるんですけど、例えば僕がバグを出してこのビルドシステムというものをひとたびクラッシュさせてしまうと、ですね全員の作業が止,め止まってしまうという必殺技が発動してしまうんですね。結果としてまあ非常にいい心のトレーニングはなったんですけど、まつらかったな。で、アゼットビルドシステム編はえ終わりです。 はいえー、この段階で大体どれぐらいの人が寝てるかな、はい、まだ半分ですよ起きてくださいねはい行きますでは、えー、気を取り直して後半に行きたいと思います、えービルえー、プレイログ収集可視化の取り組みですはいまず、えー、プレイログ、えー、これシンプルにこれからログと呼ぼうかなと思うんですけども、うんまあ、ログというものは、えー、プレイヤーの動作とか、まあ、システムの動作などの利益のことです、えーまあ、こんなダラダラダラと、まあ、よくある やつですよね。はいでえー、可視化とは、えーまあ、ログを見やすい形に成形して表示ということを、まあ、本講演では、えーえー、表していますで、まあ、早速ちょっと事例をちょっと見ていただこうかなと思うんですけども例えばこの可視化の事例ではあのメモリの使用量というものがその世界の各地で、まあ、どれだけ使われているかというものを、えー、ログとして記録してその結 それをあの地図上にオーバーラップして可視化をするということをやってます。青い方が使用量が低くって、赤い方が使用量が高いとまずそういったグラフになっています。また別の事例では。えー AI 制御されたキャラクターがある特定の移動経路を取った場合にスタックしてしまったよといった時の状況を表していますこれも実際にゲームを動かして得られたログを元に可視化していて担当者はこのマップを見ながらああなるほどこの辺かっていうのを感じながら、えー、まあ調査をするといったことは当たるようなことができるようになっていますまたその時に使われたパラメーターというのも一番右に表示していて付属情報として使っていくと使っているという形です でまた別の事例なんですがえとこれあの複数のプレイヤーです複数のプレイヤーが同じマップをプレイした時にえとどの位置にどれくらいの時間訪れているのかというものをヒートマップという手法でえマップにえーオーバーラップして表示していますえこれはあの各プレイヤーのログっていうものをの後ほど紹介するんですけどデータベースに保存していてでそのデータベースを元にあにヒートマップを構成して可視化をしているという形になります でその他にもリアルタイム可視化というものをやってまして、えーえー、このちょっとあのフレームレートが悪くて申し訳ないんですけどもあのフル HD2 に2つの画面を撮ろうとしたらこんな風になってしまったと,ちょっとこれはまあ録画のソフトの問題でちょっと申し訳ないです、はいでえー、左の画面でちょっとちっちゃいんですけれども 真ん中にプレイヤーの位置が今どこにいるかっていうのをが表示するあの下のこのドットへのアイコンがあって右でゲームをプレイするとあの左の方に現在のマップの位置はここですよっていうのが出るようになっているとでこれあの結構あの重要な時もありましてつまりこの左側のリアルタイムマップ上ではキャラクターがいると表示されているのに実際には見えなくて何でだろうなと思ったらただマップ ビジュランタイム上ではただビジブルになってましたとかあとその地形の下に落ちてましたとかいったところがえまあ実際にはあの見つけることができたりとかもしましたでこういったこともやってますでなぜこんなことをするかというとえまあ平たく言うとクオリティの向上のためですね本当にもうただそれだけログ取ってえ見直して向上するでちょっと読んでると時間かかるんでちょっと押してそうですしちょっと飛ばします でこのそれを実現するにあたって目標としては大量のログを記録しようとまず大和小を兼ねるので,でプラットフォームに依存しないように依存しないような手段を使ってやろうでログの解析や比較が容易にできるようにしようとで文字ではなくチャートなどでログを分かりやすく表示しようという目標を立てましたでそれをやるために構築したシステムがこのような感じです 一番左にあるのがランタイムで右側にいてログアグリゲーターデータベースでビジュアライザーというものになっています前提知識あセレクトの資料に書いてるので飛ばしてでビジュアライザーの方からちょっと早速いこうかなと思うんですけども我々ビジュアライザーとしてビジュアル化可視化の手段としてはウェブブラウザを使いました えまあ理由としてはまあク,ラスプロットクロスプラットフォームなレンダリング手,法で手段であることとまたあの可視化のための,あのライブラリというものは非常にもうすでに本譜に存在していたんですね。でさらにあの特別なソフト、まあ、皆さんもインストールされてると思うので PC にあの必要とされてもあるので、まあ、どっからでもあの閲覧することができますよっていう利点もありますしまたあのバージョンの更新、まあ、バージョンの更新というのは我々その開発者側が可視化の手段 を若干最適化したり表現方法を変えたりといったと時にも見ている人が何かしら能動的にやらないといけないということが全くないというところはまたいいことかなと思ってやってますで描画方法は基本的には JavaScript ですべて行われていて基本的なチャートとかは既存のライブラリを使って使った SVG ベースの描画方法をやっております線グラフ棒グラフ円グラフとかですね 例えばこの棒グラフメモリの使用量を定点観測するときに表示したりこちらも棒グラフなんですけどイベントの発生頻度というものをこのように集計して表可視化ということをしていますでこの,このシンプルなグラフってやあの解説してもあんまり面白くないまあ普通なんでちょっとこの辺は割愛してで今回我々がやったそのマップの可視化っていうところにちょっとあのフィーチャー出てあの え焦点を当てて紹介したいなと思いますでマップの可視化にはリーフレットというものを使っています、えー、リーフレットを使うと、えー、まあインタラクションマウスインタラクションでマップをグリ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 パンニングしたり拡縮ができるようになりますでベースとなるマップ画像は AI が利用するナビゲーションマップというものを真上からレンダリングしたものそれの 2D マップというものを利用していますはい まあ大体こんな感じですよというのをちょっと紹介しようかなと思います、まあまあ、軽くぐりぐり動いてるやつですね、まあ、ど,こどこかにある超有名な某有名なあれ,です、ね、あれに似てようなやつです、はい、で表示されているのはあのさっきあのシドニーと会う 公開されているプレイ映像に出てくるシドニーと会うところの近辺の映像なんですが本当は世界全体見渡すことができますが今ここで出してしまうと盛大なネタバレになってしまうのでそれはできないということでこの辺りで勘弁してください。で実は可視化方法についてはまだまだ模索中でして当初は既存の総合ビジュアライズツールみたいなのを使ってたんですけど。 まあコンテンテツ見たいコンテンツ、まあ、見たい情報に合わせて表現方法は変える必要があるなあということがありもともとはその拡張を考えてたんですね既存のものただあのちょっと我々の望むようにはならなさそうだということで、まあ、独自で行うことにしました、まあ、実際にその可視化からフィードバックを行いたいって,いて人によっても その見たい見方っていうのは変わってくるので、それにも柔軟に対応していけるかなということも,えもう我々の独自でやっていく上でのメリットとなったのかなと思います。ただ、模索中です。まだまだいろいろやってる最中ですで。そんなふわっとしたランタイムえふわっとしたビジュアライズのところも終わって、もう少し,かっ,ちりとしたえかっちりとしたランタイムの方を行こうかなと思います。ランタイムでやっていることは非常にシンプルです。ログを出力する もう非常にシンプルですねまずあの従来のログの出力方法なんですが、まあ、よくあるプリント F とかですね、まあ、標準出力というところに文字列を出力するやり方っていうのがいまあ、未だに使われていたり、まあ、現役だったりするのかなと思いますプリント F じゃないかもしれないですけどね、まあ、こんな感じで,ですね でこれが我々が用意したやり方だとこのようなものになりますログ,ビルログビルダーというオブジェクトが1個のログ出力に1対1で対応しましてログタグというメソッドがそのログビルダーにあるんですけどもログビルダー自身を返すことでどんどん,どんどんメソッドチェーンをしていってログを書き込んでいくとそういった感じの API の構成になっています。 でこのログビルダーオブジェクト一つから作られるログを我々はログエントリーと呼んでいますで従来のテキストベースのログは、まあ、自由度が高すぎて解,説あ解析しづらいっていうのがありましたまた数値の文字列化は非常に重たい処理ですので処理コストが非常にかかります、えー、ゆえにですね、えー、大量の文字列の出力は、まあ、結構ランタイムに負荷がかかるんですよね で例えばあのその文字列の自由度が高いっていうところに関してはこの2つの,あの書式指定文字列ですがあの内容としてはすごく似てるところはほぼ一緒の内容なんですけども表現方法は全然違うんですね内容は一緒なで,でこの表現方法の差っていうのは結構プログラマーによってまちまちだったりすることが多くて、まあ、それがテキストログを解析する時に非常にあの困難になることがあります はい、でまたあの、まあ、数値の文字列化っていうのはやっぱり、えー、コストが高くて、まあ、不動小数点とかの,の文,字列文字列化っていうのは結構、えー、コストがかかる処理となっています。はい、とそれに対して、まあ、我々用意した先ほどの API は、まあ、書式して文字列とかはまず使わせない、はい、ああいうやつは禁止パーセントなんとかは禁止で、えー、基本的な要素としては、えー、キーバリューペアのシンプルな構造を取らせると。 で文字列化は行わず数値の文字列化は行わずバイナルそのままで出力するとそれにより1回1回の指出しコストっていうのを抑えるということをやっています、まあ、シンプルイズベストという形ですねでそれぞれのログタグメソッドの第1引数がキーで第2引数がバリューといった感じになっています ある程度、文字列化の際の自由度っていうのを犠牲にすることになるんですけどもその分、後の解析プロセスっていうのが簡単になるという感じになっています。はい、で、このログ API は一体何をどう出力するんでしょうかというところなんですが我々は独自のシリアダイズフォーマットというものを作りましたこのような右側のような概念図のようなデータ構造に変換されます。 各行ですねそれぞれ我々はチャンクと呼んでいますがそれぞれのチャンクと各メソッドの呼び出しが1対1で生成されるような感じになっています ID というのはログビルダーが生成される際に作られるユニークな1 6ビットの値でコンテキスト ID と呼んでますでこの ID はそれぞれのチャンクが同じログビルダーから作られたものであるということを表していますで最後のフィニッシュはオブジェクトのデストラクターによって生成されます さらにその際にタイムスタンプとしてユニックス標準値の時刻がここで書き込まれますはいでなぜこのようなチャンクに分かれたフォーマットかというと昨今のゲームではマルチスレッドで動くことが当たり前になってきましたので、まあ、当然ログ出力も並列で呼び出されますでこのフォーマットは複数のスレッドから単一のバッファーに対してシリアライズするときにすごくアドバンテージを持ったフォーマットとなっていまして 例えば左にあるスレッド AB が同時に書き込んだ場合もこのように右側のバッファーメモリーにバラバラにそれぞれのチャンクがバラバラに書き込まれるといった感じになりますでチャンクを書き込む際の,そのデータのどこに書き込むかっていうところに関しては 基本的にはそのポインターを移動させるだけの処理になるのでサイズを確定して移動させる処理だけの処理になりますのですごく高速に動作しますまたチャンクの生成の際にはメソッド呼び出しの時に渡された引数の値というものがそのまま利用できますのでログエントリー全体のメモリを置いておく場所というのが必要なくて呼び出しの際にその引数のデータをそのまま右のバッファーにコピーするという だけで余計なメモリを使わないというメリットもここではあります。はい、でまたちょっと割愛しましたがデータの型だったりとか配列の場合は個数だったりとかが入るという感じになっています。でそのバッファーなんですが2つありましてそれぞれ1メガバイト計2メガバイトありまして それらがセンチネルと呼ばれている我々が呼んでいるセンチネルスレッドと呼んでいるスレッドがですねバッファーをフリップして現在書き込まれていない方ですねを TCPIP を使ってログアグリゲーターという外部プロセスに送信していますでなんで2メガまあ1メガで十分なのかというところもあるんですが まあ、FF15 ではあまりその、まあ、残念なことにこれが目いっぱい活用されていると言われると実はそうではなくてですね、まあ、そういうこともあり我々の今回の取り組みではこれで十分でしたということになります、はいはい、でその送信間隔は100ミリ秒から1秒の間隔になりますすみませんちょっとあの飛ばしますね、はい、でランタイムで行われているのは以上です で次ログアグリゲーターなんですけどもこれはえと外部プロセスとして動作していますで役割は5つ受け取ってデシリアライズして成形してでリアルタイムログストリームを提供してデータベースに書き込むということをやっています、まあ、受け取りは非常に簡単で TCPIP を通じて受け取っているだけです、はい、でソケットのオープンからクローズまでを1個のセッションとして全ての ログをそののセッションといいう括りの中に入れ込んでいますでなぜそのソケットベースかというとゲームはクラッシュすることもあるので強制あのお行儀よく終了するということもないのでそのソケットのクローズというものをそこ,でこの区切りとしているということですでデシリアライズはバッファーの先頭から順次チャンク単位で処理していってコンテキスト ID の一致するチャンクを一つにまとめて でフィニッシュが見つかったらそのログエントリーが揃ったということになるのでそのようにして最高デシリアライズしていきます、まあ、非常に簡単ですね、はい、でその後成、えー、形して保存ということになるんですけども、えーまあ、CSV に成、えー、形してファイルに出力するっていう機能もあるんですがこれは割愛しますで次にデータベースに保存してリアルタイムログストリームの提供ということを、えー、このログアグリゲーターではやっています で整形なんですが、えー、基本的に送られてきたデータはキーバリューペアの非常にシンプルな構造のデータフォーマットなので、まあ、非常にシンプルな形で整形が行えるようになっていますでこの段階で初めて数値の文字列化というものが行われますで整形されたログはプロジェクト共通のデータベースに保存されていますプレイヤープラットフォームバージョン関係なくすべてのログが1つのデータベースに保存されています はい、でデータベースが持っているさまざまなクエリが使えるので、まあ、解析や比較が簡単に行えるということもあり、えー、我々はデータベースを利用することにしました、まあ、ファイルとかではなくデータベースを使おうということにしました、はい、セッション、まあ、これはリアルタイムログストリームの提供として我々はあのビジュアライザーでウェブサーバーを利用しているのでリアルタイムにログを流す手段としてウェブソケットというものを利用しました。 でログアグリゲーターは WebSocket サーバーとして機能していてサーバークライアントに対して WebSocket を通してログデータを転送していますでプッシュ送信ができることとヘッダーがとても軽量なことがリアルタイムに向いているということでこうしましたでログ自体は成形される時に JSON フォーマットへと成形されます まあこのような形ですね左側がそのログ API の呼び出しでそれが右側のような JSON の形に成形されますログアグリゲーターの中でそしてこのデータが送られていくという形になりますはいでまとめです、えーっとまあ、前回前,前半と同じように目標と見比べながらどのように絡ん各要素がどのように絡んでくるかっていうのをちょっと見てみたいと思います まず大量のログを記録したいこれはログフォーマットやシリアライズフォーマットというものを工夫してランタイムにかかるコストを低くすることによって大量のログでも耐えられるようにしましたで文字列化などの重たい処理というのはログアグリゲーター側に任せるということでをしました、はい、で次にプラットフォームに依存しないようにしたいこれはあの明確には言及しなかったんですが、まあ、TCPIP という共通の 出力方法を利用することでどのプラットフォームでもこの TCPIP での通信は利用できるのでこれを使っていますでまた依存プラットフォームに依存したものっていうのは極力というか全く使用しないということで非依存な状況を作っていますでログの解析や比較が容易にできるようにしたいっていうところは自由な文字列に比べてキーバリューペアというシンプルなログフォーマットを使うことにして実現しました また比較に関して比較や解析に関してはデータベースというものを使ってすでに存在しているクエリを利用することにより簡単にできるようにしていますそしてチャートなどロゴを分かりやすく表示したいというところに関してはウェブブラウザ JavaScript 既存のライブラリというものを使ってチャート化していますで位置情報に関してはトップビューをナビゲーションメッシュのトップビューの画像をリーフレットでオーバーラップして表示するということをしています ま結果は非常に取得についてはいい満足する結果速さだったりパフォーマンスだったりというものは使いやすさだったりパフォーマンスは得られたかなと可視化についてはまだまだ課題が多いかなと思っていますでちょっと今回運用とか活用する面において今回実はちょっと着手がこの分野についての着手が遅すぎたということもありなかなか有効活用がまだできていないのでそれに関しては次のプロジェクトに期待して えー、次のプロジェクトでやっはい以上で、えー、とても早い早い口で申し訳なかったんですけども、えー、後半の部分も終わりかつ、えー、本セッションも終わりとなりますギリギリで申し訳ないですしご清聴ありがとうございました